元屋敷の東に一つの古井戸があります。この井戸水は開祖の時代から用いられ、今日も毎日神前に捧げられています。大元の草創期、金明水と名付けられたこの清水は、三大教主の産湯でもありました。この井戸があった屋敷と土地は、明治32年開祖が入手。屋敷は龍門館と呼ばれ、大神様が祀られ、大元にとって初めての正式な礼拝所となりました。開教から10年目を迎えた明治34年のお筆先です。元伊勢の産だらいと産釜の水晶の御水は、昔からそばへも行かれん尊い清き産水でありたなれど、今度の世の建て替えについて、綾部の大元から因縁のある御霊に大望な御用を指して、世を建て直すには昔の元の水晶の変わらん水を取りにやらしてあるぞよ。今度の元伊勢の御用は、世界を一つにいたす仕組みの御用であるぞよ。神明を受け、明治34年、開祖、正史、二代教主は丹後の元伊勢。天の岩戸神社の下流にある産釜、産だらいの清水を求めました。それは、神代の昔から汲み取られたことのない水晶のお水。この元伊勢お水の御用と呼ばれる出宗の神事によって、水晶のお水は聖地にお供され、屋敷の井戸に差し入れられました。さらにお筆先は続きます。もう一度出雲へ行ってくだされたら、出雲の御用を出退させて、天も地も世界を鳴らすぞよ。世の建て替えは水の守護と火の守護でいたさすぞよ。山陰出雲へと向かった一行、目的は出雲大屋城に伝わる消えずの火でした。神代から代々引き継がれ、絶やさず守られてきた神火が、大屋城の了解を得て手渡されました。この出雲火の御用に際して、聖なる井戸御景の清水が一向に手渡され、井戸に差し入れられました。そして清水が注がれた井戸水は、聖史によって金明水と命名されました。その後、開祖一行は金明水を携え、京都舞鶴沖へ向かいました。そして若狭湾の孤島目島から、大元で竜宮会といわれる海原へ、世界平和への祈りを込めて注がれました。この水が3年経てば世界中へ回るから、そうしたら世界が動き出す。
果たして3年後、明治37年、日露戦争が勃発し、世界史の潮流が大きくうねり始めました。綾部の屋敷のうちには、その結構な御水で御霊の洗濯を日々いたしておるのじゃぞよ。飯間とお島との間にもこの御水を少し注いであるが、この御水が世界中へ巡りたら、ぼつぼつと体毛を始めると申してあるが、もう巡りたからこれからは世界に何があろうやら知れんぞよ。大本草創記、神事のままに世界の泥をすすいだ金明水、今に今日大阪からももらいに来るようになると、お筆先に示された通り、今も多くの人々がこのお水によって変わらぬ神徳に浴しています。